時刻は0時を回りました。リアチの見たいタレラジオ第6回目始まります。こんばんは、リアチです。そして、あれん、はい、何ですか。どうしたんですか。そして、はい、私とあと誰がいるんでしょうか。はい、山内です。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、あ、そういえば花火すごかったですね。開催ね。開演祭、私移住して初めての沖縄の花火大会だったんですけど、うん、あそこまですごいとは思わなかったですね。ねえ、はい、私泣いちゃいました。泣いた。はい、泣いちゃいましたよ、感動して。そっか、でも確かにうるうるするよね。うるうるしました、灘草草。本当にね、はい、皆さん思ってるよりずっといいから。ちょっと舐めてましたでしょう。あれ舐めるんだよね。俺も実は、うんうん、久々だったんですよ、開演祭行くの。あ、開催が3年ぶりとかでしたっけ。そうそうそう、はいはい、で以前は仕事で関わって、はい、あ、そうだったんですね。そう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 、で仕事よりもやっぱり普通に見た方が全然いいね。いや、確かに。でも私は仕事で見ちゃったんですけどあれさ、来年はもうあれで行ってください、プライベートで。あ、プライベートで。でも来年はもしかしたらね、うん、やってたらまた行くってうちのオーナーに言われるかもしれないいいですって言ったらいいよ、はい、まあでもね、裏方で参加するのもまた面白かったんで。うん、はい、サッチーさんが迫力が半端じゃなかったって来てるんだけど、本当だよね。そうそうそう、すごかったですね。すごかったですね。そうそう、びっくりしたのが音楽と合わせてあげるじゃないですか、うんうんうん、それがなんかディズニーランドかなみたいな。はい、あ、わかる。シュルルって上がる、そのあれの長さまで計算してんだよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、細かく。そうだから音のポンに合わせてポンってなるようにしてるわけ。なるほど、クオリティがやっぱ高いですね。高い、全然やっぱね、うん、皆さんあれはね、やっぱ近くで見た方がいい。いや、確かにね、あれはちょっと見る価値がすごくあると思いますね。内地のね、リスナーさんも多分ここにいらっしゃると思うんですけど、うん、ぜひ本当来年またね、多分やると思うんで、はい、もう来る価値絶対あると思いますね。ありますね、うん、絶対ある。で多分ね、今回 FM ギナンで、はい、ペアチケットプレゼントしたんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、うんうんうん、だからそれにももう応募してもらってですね、来年もやるので、皆さん応募して、はい、ね、うんうん、ペアだったらカップルとかね。そうそうそう、一、ね、人だとね辛いからね逆にちょっと悲しくなるかもしれないですけどね。だからね、2人で、うん、友達でもいいし、お誘い合わせの上全然行けますので、はいはい、来年も開演祭がやるんであれば僕は必ずそれをやりますので。じゃあ私も応募しようかなって。ぜひぜひでも一人だね。ああ、ツアー客だけで100人くらいいたよって。あ、本当だ、すごい。あと離島だから見れないしって、アンツバさんが。アンツバさんはでもさ、真下から見たことあるってよ。いいな。真下から、真下から、真下からって、え、私たち真下から見てる。あ、まあ、そっか。あれほぼ真下だよね。あ、そういうことか。近くでってことですね。そうそうそう。あ、なるほど。すごい。僕は砂浜で見てたんですけど、うんうん、やっぱすごかったな。あ、砂浜まで行ったんですか。そうそう、上、こう本当に上見上げないともう無理な。首が痛くなるやつ。首痛くなるね。しかも1時間半ぐらいずっと。とぶっ続けで上がってたよね。そうですね。で、私もだからもうお客さんが少なくなったんで、うん、結構前の方まで行って見てましたけど。ああ、そうなんだ。いや、でも感動しました。確かにあれさ、花火打ち上がってからは買い物行けないね。あ、行けないです ね、 ね、うん、全然無理、メガネがねえ。あの内地の私の地元の花火大会はあんなんじゃなくて、うん、あ、そうなんですか。無音で、あ、まあまあまあ。でも結構多い。いや、多いかな。でも後半からなんか一発ずつしか上がんないです。そうなんだ。何々さんの何々会社の提供ですみたいな。あ、はい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 、はい。キュードンって。なるほど。
じゃあやっぱりクオリティ高いんだね、開演祭は。そう、クオリティ高いです本当に。あれすごかったな、はい、打ち上げてる数メートルそばから見たってよ、消防担当で。すごい、すごい。あれか、何かあったら消せるようにみたいな、うん、どうでした、迫力やばかった。かけとこ、ぜひ教えてみてください。はい、ということでね、今週もよろしくお願いします、うん、ということで、はい、今週のテーマがですね、うん、何でしたっけこういうなんかゆるく ね、 そうね、適当な感じでやってるんですけれども、うん、今週のテーマが忘れちゃいました。嘘でしょあれです、あの好きな沖縄料理だ。あ、だったね、はいはいはい、好きな沖縄料理で、うん、メッセージをお送りしております、はい、ということで、じゃあ早速いつ読んでもいいですか、うん、はい、どうしようかな。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただいております。いつもありがとうございます。はい、入谷さん、山内さん、こんばんは。めいちゃんでございます。はい、放送開始からもう1ヶ月経つ感じでしょうか、うん、あ、確かにもう1ヶ月過ぎてますね。1ヶ月過ぎましたね。そう、何気に早いですね、うん、6回目の放送を楽しみにしています。そして好きな沖縄料理は何ですか。やっぱりラフテーでしょう。あのプルプル感と口に入れた時の肉汁、一番うまい。スーパーでこんなやつラフテーで売られてるけど、てんてんてんでいただいてますスーパー、あー、なるほど、画像をいただいてますね。スーパーで、スーパーでなんか冷凍、これはどういうやつでしょうね。なんかレトルト的な、あー、どうなんだろう。あ、ラフテーうまいよね。ラフテーラフテーめいちゃんさんからいただいておりますね、うん、確かにラフテー歯に詰まりません。うん、つまらないかな。あれ、歯に挟まりません、ラフテーって。どうだろう、前歯で食べなければいいんじゃないですか。あ、なるほど、奥歯で食べればいいんですよ結構コツがいるんですね前歯で食べるんですか。うん、前歯で食べたり、でも奥歯でも挟まったり。あ、奥歯で挟まるかな。今度試してみますね。はい、大体さ、これ食べてる時って酔っ払ってるかわからないよね酔っ払ってる、あ、飲みながらっていうことですね。そうそう、おつまみでね、はいはい、最高じゃないですか。お、最高ですね、うん、やっぱ島と合う。そうそうそう、あ、いますね、ね、なんかとインパクトがない、ちゃんとしたところで食べるラフテーはうまい。お二人はラフテー好きですか。ではでは最後まで放送頑張ってねといただいております。ちゃんとしたところで食うとうまいですよね。ちゃんとちゃんとしたところって沖縄料理屋さんとかですか。まあ普通にあの食堂とかでもうまいんですけど。ああ、食堂行ったことないんで私、ま、そうなの。はい、食堂行った方がいい。 A ランチ食べて、ああ、なんかすごい言いますよねすごい気になってるんですよね。 A ランチでも食えないはずね。多くてですか。めっちゃ多いよでも私も結構食べるときは食べる。本当、食べないときは食べないまあそうでしょうちょっと気になってるんで、どっか美味しい定食屋さん、ん、定食屋さん、まずルビー行ったら、ルビー、ルビーって何ですか。食堂の名前、どこにあります。泊まりと、あと宜野湾にもあるよ。ああ、宜野湾ゴッパチ沿いに。へえ、近いんじゃないか。カタカナ、ひらがな。ルビーはひらがな。ルビー、ひらがな。カタカナ、カタカナ、カタカナ。ちょっと気になってる。教えますよ、場所。あ、教えてください。おいしいからさ、あっち。うん、一人でも行きます。あ、全然行ける。あ、じゃあちょっとチャレンジしてみよう。俺よく一人で行ってますよ。あ、本当ですか。うん、あとおすすめ食堂、まあ本当に一般大衆の食堂って言ったら、はい、最近できた、発見したんですけど、うんうん、あの宜野湾で言うとあそこです、あの。ゴッパチ沿いのちょうど大山ぐらいにあるんですけど、はい、ルビーじゃない、何だあのジミーの、ジミーあるの分かります。58号線のジミー、ジミー、ジミー、
いや、ジミー分からんか。ハッピージミーのジミーですよね。ハッピージミーのジミーです。ジミーがあってそこの近くにビルがあるんですけど、はい、昔はねスナックビルだったわけ、うんうんうん、そこに食堂が入ってるんですよ今。へ、名前がこんなところに食堂がっていう食堂なんですけど本当にこんなところに食堂があるんだみたいな。まんまってことですか。まんままんま。へ、面白いですね。あっちは普通に沖縄食堂みたいな感じでしたよ。んー、ちゃんぽんとかった。あ、沖縄ちゃんぽん。そう、沖縄ちゃんぽんも初めて見た時はすごい、え、何これって思いました。あれ美味しいでしょ。でもまだ食べたことないんですよ。え、食べてめっちゃうまいね。食べたことないんですよね。そう、まだだからいろいろちょっと楽しみがまだ残っているんで。ああ、いいね。はい、陸海空さん来てます。好きな沖縄料理は油脂豆腐。ああ、油脂豆腐、歯に優しい美味しさ確かに柔らかいってことですかね、うん、油脂豆腐も食べたことないな、まだ。はあ、そうでしょ。本当です。あのさ、油脂豆腐はもうこの近くに油脂豆腐専門店があるんですよ。はい、はい、はい。食堂、そこも食堂、うーん、山っていう山。もうここの油脂豆腐めっちゃうまい。そうなんですね。あの、うん、今朝ドラのちむどんどんやってるじゃないですか。あれで油脂豆腐を食べてるシーンがあってすごい気になってはいるんですよ、はいはいはい、油脂豆腐。あのさ、山の油脂豆腐マジで食べてほしい。じゃあちょっと選べるんですよ。味噌とノーマルと、はい、アーサー入り。あ、アーサー入りいいですね。いいでしょ。ちょっとそそられたでしょいいですね。あ、なんかさっぱりしてます。うん、さっぱりしてる。いいな、なんか朝とか食べたいですね。そう、あの二日酔いの時は俺必ずあっち行くんですよ。なるほど。もうめっちゃうまい。しかもさ、油脂豆腐があって、あの、はいはい、ご飯とおかかと、うん、おからだ、おから、おから、おから、うん、とあと一個なんかつくんですけど、はいはい、このご飯にさ、あのふりかけがついてるわけ、うんうん、昔ながらのふりかけ。あ、のりたまみたいな。そう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 、はいはいはい、それがまためっちゃうまい。なんか合う、油脂豆腐、素朴、みんな素朴。あ、いいですね、うん、いいな。この時間多分放送は24時からなんですけど飯テロ番組になっちゃいますねだからさ、今収録してるのが夕方6時半ぐらいじゃないですか。はい、ちょうどご飯、そう、お腹すく時に何ちゅう話題じゃですね。さっちーさん、油脂豆腐そばもあるよって。油脂豆腐そば、え、聞いたことないな。すごいね。油脂豆腐、沖縄そばと油脂豆腐が入ってるってことですね。そうそうそう、うまいよ。あ、また楽しみが増えたな。カレーわかります？スープカレー。スープカレー、うんうん、どこだ、味とや。うん、お店はわかんないですね。でもじゃあもう味とやも教える、全部教えるさ。はい、味とやにスープカレーがあって、うんうん、そこに油脂豆腐カレーってあるんですよ。だから油脂豆腐の入ったカレーなんだけど、うーん、最初みんなそれ聞いた時に、は、絶対美味しくないっていうわけ、はいはいはい、食べてみてほしい、めっちゃうまいマジでうまいから。へえ、すごいですね、うん、めいちゃんさんは今日夕ご飯はポーク&卵です。ポーク卵いいですね。この前なんかゴーヤーチャンプル作ってましたね。確かに。あ、そうだね、うん、あんつばさんは中身そばが、中身そばをしてますね。あ、中身そばもうまいよね。でもあのあれですよね、中身ってなんか持つとかでしたっけ。そう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 。あ、私それが苦手なんですよね。あ、中身食えない。はい、あのじゃあホルモン無理。ホルモンちょっとあんま苦手なんで。あ、そうなんだ。苦手なんですよ。あら、残念そうそうそう、ね、めいちゃん今ね、ツイキャスのコメントで、はい、リンク送ってくれてるんですけど、この味とやですね、これはもううまいので。なるほど、うん、ちょっと後でチェックしておきます。本当にチェックしてみて、こっちのカレーも最高だよ、うん、なんかあの食べに行った時、私はそのハッシュタグで、うん、なんだっけな、自分のハッシュタグ忘れちゃった、なんかつけて発信してるんですよ。なんかメモ用に、うん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 、リオチのなんとかレポートみたいなえ、今ツイッター、そう、食べに行ってなんか自分でなんか食レポを書いてツイートしてるんですけど、うん、なんだっけな、自分で忘れちゃいました。びっくりするそうだ、それでちょっとハッシュタグでまとめとこうかなと思って。リオチの食レポみたいな。そうなんです、最近でも書いてないな。うん、うん、蕎麦屋行った時とか、あと
エメラルド行った時とかいろいろツイートしてますけど、エメラルドもやね。それもあのゴリさんがあのガレッジの、うんうんうん、ガリステージのゴリさんが YouTube で開けててちょっと食べに行こうかなと思って、うん、あそこハンバーグがあるんですよ、ステーキじゃなくて、大体ハンバーグを食べに行ったんですけど。そうなんだ、ステーキ食べたら、ステーキがちょっといい値段するんでするよ、ね、ちょっといい値段するんで、うん、エメラルドいいあれするんだよね。そう、上等なんでしょうけど、うん、ちょっとまあもうちょっとねお金が余裕できたら、なんか記念日とかに行くのもいいかなと。ああ、そうですね、うん、よく記念日では使われてるんじゃないかな。ですよね多分、うん、どうします、あと1個メール読みますか。はい、じゃあ、読みます。はい、ヘイリオッチ&山内の皆さん、グレートトレバリーは平たく言うとアジもしくはガーラっていう、どういうことですかこれ。どうもひふみです、ごっくんちょ。ごっくんちょして、うん、好きな沖縄料理ゴーヤンチャンプルにマーミナーイリチ、それから三枚肉の煮つけ、うん、魚のマースにから、魚のマースにバター焼き、ウチナーテンペラからサーターアンダギーからブルーシールアイスクリームに牛乳アイスまでブルーラブかっこ笑い、よちは味噌味のラフテー食べたことある、冷やみかち東北首里城すべての被災地といただいております。味噌味のラフテー、味噌味のラフテーすごい、何それ、ね、またやっぱこういうのってリスナーさんから情報をいただく、そうよね、本当大事ですね、大事大事、大事、本当に大事。そうだ、私が情報仕入れたくて今回そのテーマにしたんですけど完全個人仕様で使っておりますけどいいと思う、はい、味噌味のラフテー美味しそうですよね。でも美味しそうだね、うん、ね、ひふみさん今収録今してますけど外でいろいろ後でちょっと聞いてみましょう。あ、そうだね、終わったらでもいないかな、いないかもあ、じゃあちょっと、でも味噌味ってじゃあどこで食べれるんですかね。だからね、うん、味噌味のラフテって聞いたことないな。普通は何味なんですかね。何味っていうのあれ、醤油、醤油に煮つけてるんですかね。ね、醤油じゃない。はあ、またじゃああったら聞いてみますね。はい、リュウチさんは、はいはい、チャンプルーの中では何が好きですか。まあゴーヤチャンプルーも好きですし、うん、で私がよく行く那覇のお店は、うん、豆腐チャンプルーがデイジマーさん、うまいよな。そう、どうしよう、めっちゃ美味しいんですよあそこ。今日ちょっとお腹すくそう、そうめんチャンプルーも好きですし、そうめんもうまいよね、うん、フーチャンプルは食べたことないですね。え、そうなんだ、うん、どういう味か分かんないですねまだ。フーチャンプルどういう味って難しいな、フー自体味ないからね。ですよね、うん、でもうまいんだよね。うん、だ味が染み込んでるって感じですか。そう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 、あんつばさん、そうめんチャンプル意外と作るの難しい。いや難しいみたいね、あなんかべっちゃべちゃになっちゃうんですよね。そう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 、下手だと。そう、それはなんか言ってました。うん、コツがいるっていうね。そうそうそう、私もちょっとね、家がねキッチンが狭いんで、広くなったらちょっといろいろ料理チャレンジしたいんですよね。やっぱ外で食べましょうよ。あ、まあ、外で食べるのはもう格段に美味しいですいろいろ来てますね。はいはい、サッチーさん、サッチの好きな沖縄料理はフーチャンプルーかな。あー、やっぱフーなんですね。ね、あんつばさんはレバー汁が好き。レバー汁、チムシンジ、また聞いたことない単語か。ね、チムシンジとも昔からある沖縄の家庭料理なんですけど、レバーとあと白い豚肉と長ネギっていうの、ニラ、長ネギニラとかが入って、まあ、島人参も入ってたりするんだけど、うんうん、そのおつゆなんですよ。へー、で、うん、これちょっと疲れた時とか風邪ひいた時に食べさせるんですよ。需要競争なんて需要競争、そう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 ですかね、うん、だから
これレバーが好きだったら食えますね、美味しいというやつ。レバーは小さい頃めっちゃ好きだったんですけど、うん、なんかあの焼き鳥のあるじゃないですか、はい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 、あれすごい好きだったんですけど今食べたらなんかパサパサして美味しくないよみたいな、うん、マジ何ですかねあれ。レバニラは、レバニラは食べれると思いますね。うん、この汁のさレバーは美味しくないよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、いい味もない味もない、それは美味しくないですねそれは美味しくない。ただ健康にいいから食うけど、はい、出されたらねあ、まだメールが、ありがとうございます、はい、送ってくれてる方がいますね、うん、はい、いいですか、はい、リアジさんこんばんは、埼玉のはちみつ一家です。あ、今日もありがとうございます。好きな沖縄料理、チャンプルージューシータコスにタコライスです。あ、タコライス忘れてた。チャンプルーはやっぱりゴーヤーチャンプルー、味が染みたフルチャンプルーもいいですね。ジューシーは個人的には岸本食堂が一番美味しいです。タコスはパリパリより柔らかいタコスが好き。そうなんだ。ふにゃってしてるやつですかね。宮内さんはパリパリと柔らかいタコスどっちが好きですか、ではではといただいております。はい、あ、どっちが好きなんだ。ふにゃふにゃを食べたことがない。ああ、パリパリしかない。あの、あれどこでしたっけ、宜野湾にある、うん、メキシコ、メキシコ、メキシコっていうタコス料理屋さん、あるんだ。大ジャナとかどこだろう。メキシコを知ってる方いらっしゃいますかいや絶対有名らしいです。近く、いや、なんか連れてってもらったからどこか全く分かんないんですよね。もう検索すれば多分出てくるんでしょうけど、うんうん、そう、メキシコで食べたタコス美味しかった。メキシコです。あ、本当メキシコだと思います。そっか、金タコはまだ行ったことないんですよ。あ、そうなんだ、はい、金タコの方がうまいよね。ただやっぱ量がね多いんですか。多い、お腹いっぱいになるんですかね。そう、30代の頃にもうこれ食い切らんって思ったから。30代前半でね。じゃあ私は食べられないかなあ、どうかな結構ね油も多いんですよ。ああ、じゃあちょっと、でもうまいはうまいよ、とってもうまい。うん、なるほど、はい、だから若者は好きですよね。ああ、若い時はね、いろいろなんかもうこってりしたのとかね、うん、好きだろうけど、そうそうそう、年取ってくるとねどうしてもなんか食べれなくなっちゃうんですよね、うん、じゃあ次、はい、行きましょう。うん、やつさんこんばんは、あんこのつばかっこ翼あんつばです。お、あんつばさんメールでも、はい、ありがとうございます。あんつばさん最近名前変えたんですかねあんこの翼あんつば、どういう、あんこのつばどういう翼なんですか難しいね、教えてください。天は好きな沖縄料理、やっぱりヒージャーだね。あ、出た、コロナ禍になりお祝いが壮大にできなくなったヒージャー料理が食べれず、本島に出た時にヒージャー刺身を購入して食べましたが、うん、匂いもあんまりしなくて美味しくなかったんですえ、匂いもあんまりしないから美味しいんじゃなくて匂い、そうそう、ヒージャー好きはね匂いがないとダメなんですよ。なるほど。日曜日に地元でグラウンドゴルフの大会を開催し、ヒージャー汁、ヒージャー刺身を出して、久しぶりにヒージャー汁を食べたらめっちゃ美味しかった。ヒージャーの油でも口フルフルですといただいております。ヒージャー食べれます？一回食べたんですけどダメでしたね。ダメだった。でもなんかみんなが言うには、あの、それ美味しいやつじゃないからって言われましたねたださ、ヒージャー好きの美味しいやつはやっぱ臭いやつだから、あ、じゃあもっと癖が強いってことですか。そう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 、なんか食べてたらちょっとうーってなっちゃいました、うん、そうね、うーって、だからお酒で流し込むっていうニンニクと生姜を一緒に巻いて食べたんですけど、なんか噛めば噛むほどやつが出てくるんです、うん、匂いがね、そう、うん、めーって出てくるんでうーってなっちゃうんですよね。わかるわ。だから多分ヒージャージールも多分無理なんでしょうという勝手な想像です。あ、刺身食べた。そう、刺身を食べました。刺身でも無理だったら無理だよ。で、やっぱやっぱそうですね、うん、みんな言ってるんで、あえてチャレンジはしてないですチャレンジしてみましょうよ、ヒージャー、せっかく沖縄いるんだし、ね、
ちょっと克服はしたいですね、そう獣臭さがあるって感じですね。陸海空さん、すごいよ、ハブのぶつ切りの唐揚げも美味しいみたいよ美味しいみたいよってことは食べたことはないってことです ね骨とか多そうだけどどうなんでしょうね、ハブって食べそうだよね、ハブ酒は飲みますけど。あ、飲むの？なんかだいたい割れのりで飲みますね、テキーラ的なのりねえ、まだ時間はあと40秒ぐらいです、ね、40秒ぐらいか、はい、あっという間だね。あっという間ですね、本当30分ってあっという本当にあっという間ね。まだ来週のテーマとかはまだ決めてないんですけど、はい、また決まり次第、あ、終了しちゃいました、早くも。じゃあ更新する、一回更新しときましょうかね、うん、ということで、じゃあ今回もリオ、リオチと山内がお送りしましたということで、チーチーコンビが、はい、また来週お聞きくださいということで、おやすみなさい、じゃあねー。来週も水曜日の、18時にいいですか？はい。はい。はい。